クレームは一切受け付けません。はい、ということで、中曽根ずみの YouTube クレームは一切受け付けません。始まりました。またあの企画を、ね、皆さんが待望、心待ちにしてたあの企画をですね、やりたいなということで、前回一発目ですね、モンゴル800の清作さんが来てくれました。今日は誰と思いますか？そうね、もうタイトルも言ってくれたから、まあ、収録日も近いしな、母の日にちょうどいいかなと思います。で、イズも今歌にも音楽にも母性が宿ってるから、イズがいることで余計こう、ふくよかなあんまが歌えるんじゃないですか。 お願いしますよ、ふくよかな。ちょっとディスった？違う、まあ、心のふくよかさの話。おー、最高だね。イズは前から見たらこんなってるけど、よく見たらビエラみたいに薄いですからね。初夏の晴れた昼下がり、私は生まれたと聞きました。母親の喜びようは大変だったと聞きました。ただまっすぐ信じる道を歩んでほしいと願い込めて、悩み抜いた末にこの名を私につけたと聞きました。我が家はあの頃からやはり裕福な方ではなく、友達のおもちゃや自転車を羨ましがってばかり、少し困ったような顔でごめんねと繰り返す母親の隣で、いつまでもいつまでも泣いたのを覚えてます。甘えよ、あなたは私のすべてを許し、すべてを信じ、すべてを包み込んで、惜しみもせずに何もかも私の上に注ぎ続けてきたのに、甘えよ、それでも気づかずに思いのままに。
やはりなんかの信号のこの歌声はいつものこう魂がこもってる感じがするんですよね。しかもなんか普通のなんか歌を込めて歌うっていう魂っていうよりかもなんかうちなんちの魂なんだよね。それがいつもなんか聞いててね、いいねいいねって思いながらいつもフェスとかの一緒にやるときにもう裏でいいねいいねって思って聞いてんだけどね。嬉しい。それがまさかあのこの YouTube なのに惜しみなく出してくれるからもうありがたいです。なんか軽くていいのにって思いながら、なんかすごいのがやっぱ良かったですね。あまりならもうそんな意識してなかったけど、イズのピアノがそうさせるんじゃない。そうだな。そうだね。いや違うんだけどね。違うんだけどね。なんかやっぱこのシンゴのとの心のね、つながりと一緒にこう、ピアノにこう表せられたなと思って。でもあれですもんね、まだ引き続き、ここからシンゴさんとね、いろいろ。はい。今ちょっと歌をやっていたんですけど、じゃあ終わります、バイバイではなくて、もうちょっとあの見てる人も、シンゴってどういう人なのとか、イズとの関係性はとか、二人の中でどういう話があるかなっていう聞きたい人もいると思うので、もうちょっとこう、お付き合いしてほしいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。有吉58のニューアルバム、七色トカゲがリリース5月の8日、母の日からされています。まあ、これもこれでもちろんいい感じなんですけど、実はうちの母がいまして、73歳になるんですけど、今年前からお酒飲んだりしたら、私も生きてる間に歌手デビューしたいわって言ってたので、レコーディングしてこの CD とおまけみたいな感じで、うちの母の CD もよかったら同じ日にリリースされてますので、七色トカゲと前川雅也のユニティというレコードもお買い求めくださいみたいな感じです。よろしくお願いします。